督の久保です。今回のテーマはやめて稼げるわけないだろうっていうところですよね。まあ多くの人がねお金を稼ぎたいなと思ってどんな方法でどうやって稼げばいいのかなっていうふうなことにまず悩むと思うんですよ。で今はインターネットの時代なんで身の回りの人にねなんか独自の稼ぎ方をしてる人ってあんまりいないと思うんですよ。だからインターネットの向こうにそれなりに稼いでる人を探すってことはまあ普通のことだと思います。特にネットで稼げないかな、出勤せずに自宅で稼げないかなと思ってる人にネットで稼ぐっていう方法ね、ネットオンリーで稼ぐ方法って結構魅力的に映ると思うんですよ。で実際にまあ私みたいにですね、いや本当にこの YouTube を中心としたネットでこう家族を養ってる人って今ね出てきてるわけなんですよね。ただ私もそうですけども近所にいるかって言ったらいないんですよ。でそもそも近所との付き合いがないですからいるのかどうかもわからないっていう状況です。でそういったことを探ろうと思って地域の活動をね私もこまめにやってるんですよ。一時期は町内会の会長したり役員をしたりってこともこの数年間でやってましたし今も地域の活動に関わってます。しかしやっぱりね多くの人は出勤してどっかでお勤めして帰ってくる、どっかの会社とか工場とか店舗で働いてるわけですよ。でそういう方法って皆さんもうご存知じゃないですか。就職情報誌を見たりどっかねハローワーク行ったりとかして、まあ、いわゆる昭和型の稼ぎ方、平成型の稼ぎ方っていうのはみんなご存知なんですよね。でそれを望んでいるんだったらそっちでいいわけですけども、多分この動画を見てるってことはねネットだけで稼げないかなと思ってるはずなんですよ。で結論から言うとその方法はもう山ほどあります。それこそアフィリエーターになってもいいわけですしね、 YouTuber になってもいいわけですしね、ブロガーになってもいいわけですよ。ツイッターで人を集めてそこに広告を出すっていう方法もありますんで、やり方は単純です。どっかのソーシャルメディア、SNS を使ってですね、そこで集客できるような記事を書いて、人が集まってきたら、その記事に類する商品をポトッと置く。それを繰り返していけば、まあ、自分一人、自分の家族一個、養っていくぐらいはもう今の時代稼げますね。だというのが、商品っていうのがね、多くの人がどこで買うかっていうと、ネットで見かけた商品買ってるわけですよ。じゃあ、ネットで見かけてもらえるような人になっていけばいいわけなんですよね。やり方は非常に単純です。その中で、じゃあなんで多くの人が稼げないまんま辞めていくのかっていうことなんですけども、それは稼げないまま辞めるっていうことがそのまま答えですよね。で、稼げる時も、稼げない時も、大きなトラブルに見舞われた時も、人に嫌われた時も、詐欺にあった時も、結局今日もやってるのは誰なんですかってことなんですよ。私もね、今こうやって皆さんの前に顔をさらしてますけども、1年2年ビジネスやってくじける人よりも、もっともっと大きな荒波に揉まれて、くじけるべき障害にぶち当たっても、10年以上やってるわけですよね。多分、10年やってきて、どんな大きなことも乗り越えたわけですから、これから先10年もなんとかなるんじゃないかなというふうに思ってます。でも、ネットビジネス始めてね、1年や2年の経験の中で起きた小さなつまずきを大事件だと思って、もうそれでへこたれちゃう人とかはね、まあそこで終わりなんじゃないかなと思いますよね。で、そもそもね、ネットビジネスの前に、社会でつまずいたからこっちの方来たんじゃないですかって私は思うんですよ。なのに、そっちのつまずいた方向に戻っちゃうのはなんでなのかなと思いますね。でね、3年ぐらい連絡がなかった人とか、5年ぐらい連絡なかった人から、昨日はね、久々に動画を見ましたっていうふうに、一つの動画に対して、同じタイミングで、同じような状況の方からメッセージ来たんですよね。で、また今日から始めますみたいな感じで、コツコツとやってくださってるんですけども、大事なのはこれなんですよ。戻ろうかなと思った時に、もう素直に戻ればいいんですよね。一時期離れるのは、それはね、もう本当によくあることなんで、私はあんまり気にしてません。ただ、そういった方のために、戻れる時に戻れる場所になっておけないかなと思って、私は10年以上やってるっていうところもあります。まあ、そもそも私がね、稼いで生き残っていかないといけないんですけどもね。それこそ10年前とは全く稼ぎ方が変わりました。時代が変わって、マーケットが変わりますんで、それやり方変えていかないとね。
やっぱり当時一生懸命やってきた PPC アフィリエイトなんて今全くやってませんから、もう旬は過ぎたわけですよ。で YouTube の再生数でもって稼ぐとか、収益化するチャンネルを売って稼ぐっていう方法も今でもないでもないんですけども、まあやってませんね、で YouTube ってのはね、広告が剥がされやすくなったんですよ、基準が高くなったからですよね。やっぱりね、ちょっとしたことで広告は停止していますってメッセージ来ますから、ですんで今私はね YouTube の広告収入で稼ぐっていう方法は軸に置いてないかなと思います。で YouTube でいろんな人と出会って、その人とのコミュニティを作るっていう方向ですかね。そうすると YouTube の広告に頼らずに、広告収益に頼らずにマネタイズできますんで、コミュニティ化っていうものを念頭に置いてやってます。そうすると別に YouTube じゃなくてもコミュニティっていうのはできるわけですよ。Twitter で集まった人とコミュニティを作って、そこにね、まあフィギュアの販売をしてるって人も昨日紹介しましたけども、そういう方法もあります。だから自分の一番好きなことを毎日毎日紹介すればいいんで、これは楽ですよ。楽しいですしね。なんでね、社会に出て精神が参っちゃうかっていうと、得意でも好きでもないことを無理やりやるからなんですよ。それはうまくいかないと思いますよ。もちろんやっていくうちに好きになるっていうね、こともありますんで、もしね、困難に立ち向かっていけるような人はそれをやればいいと思いますけども、まあそもそもね、ちょっとしたつまずきを大事件と捉えてすぐに心が折れちゃう人は、まあそういった苦手なことに立ち向かっていくっていうのは、なかなか今は厳しいのかなと思いますけどね。まあということでね、ここまで話しましたけども、もう一回冒頭の結論申し上げますと、途中でやめてうまくいくわけないだろうってことなんですよ。だって人生は続くわけですよ。じゃあ 2,3 年で、はい、やめました、稼げるようになりますかって言ったらなんないですよね。それはそれこそね、10年以上続けてる人って今でも模索ですよ。新しい方法を模索して解決策を見出す、そういう社会というパズルを解き続けることがすでに面白くなっているんですよね。もちろん全くパズルを解かずにお金だけ入ってくればこんなにいいことはないですよ。でも現実そうなることってのは叶わないわけです。なぜなら他の人がいるからです。そして世の中には騙す人もいるんですよ。騙すというところまでいかなくても勘違いを信じちゃってる人もいるんですよね。だからそういうのをかき分けて、時には釣られながら、損をしながら全体的に結果的に得をしていくっていうことを繰り返していって、今日に至るわけなんですよね。まあ、全然詐欺にかかりますよ。全然勘違いでお金なくなったりしますよ。それも込みでやっていかないといけないですよね。だって無事の親友と思ってね、付き合った友達もそうじゃなかったかなっていう風な時期って来ると思うんですよ。一生友達でいいようなっていう風に誓った人とも今では一緒にいないでしょ。で大好きだった彼女とも今別れてると思うんですよ。このように世の中は変化しますんで、じゃあ今手にしたビジネスが明日も通用するか分かりませんよ。それはだから日々新しいものを開拓していって、新しいものに変化させていって、アメーバーのように形を変えていくっていうことになると思います。ただ一点変えられないのは絶対に稼ぐってとこじゃないですか。どんな悔しい目にあっても悲しい目にあっても、それこそ肉親の葬式の日でも私はお金を稼ぐ、これはやると思いますよ。だってそれがビジネスに自分の身を置いた、まあ言ってみれば宿命みたいなもんでしょ。昔ね、タレントのコント赤信号の渡辺さんって方がいらっしゃいました。コーラの一気飲みをする人ですよね。その人がね、細木和子さんの番組に出演された時に、細木和子さんがね言われていたんですよ。渡辺さんが一通りバカっぱなしやパフォーマンスをして会場とお茶の間の視聴者さんを笑わした後にね、細木和子さんが言うんですよ。今この渡辺さんはお母さんを亡くされたんですよ。その非常に悲しい気持ちのまんま皆さんを笑わせましたと。これが芸人魂ですよと、皆さんね、そんなことを語っていましたね。たまらず渡辺さんは泣き崩れていましたけどもね。まあそこまで素人は言いませんけども、でも
何かに身を投じるってことは、まさに肉親の死をも乗り越えていくぐらいの強さがなければ、他のライバルがいることですからね。なかなか生き残っていけないんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、あいつが気に入らない、こいつの言い回しが腹が立つとかね、そんな細かいことで脱落する人は、まあ、これからも稼いでいくのは難しいんじゃないかなと思います。でもどっかでその人も何かのきっかけで自分のことに気づき、自分が変わらないといけないんだと。誰か人を指さしてその人に文句つけてる場合じゃないんだ。っていうことに気づけるんじゃないかなと思います。まあ気づけなければ稼げないままその人の人生が続くだけで、気づけば稼げる人生に一歩近づくっていうことなのかなと思いますけどもね。ということでね、途中でやめて稼げるわけないだろうということでお話ししました。またよろしくお願いします。いってらっしゃい。